今日は読谷に観光に来ている方からインタビューしていきたいと思います。何県からいらっしゃったんですか。自己紹介お願いいたします。はい、兵庫県神戸市から来ました。西脇静代と申します。よろしくお願いします。えっと。神戸から読谷に来たということで。 ななぜ読美タンに旅行に旅行に来ることになったんですか。読美タンにあのお友達がいるからです。あ、そうなんですね。はい、あ、そのお友達と一緒に旅行というかた楽しいく回ったりしました。少し連れて行ってもらってます。そうなんですね。良ければ読美タンのおすすめだったりとか自分が行った場所をご紹介していただけたらなと思います。はい、えっ、ー、と良かったのはあのノアハウスペンションなんですけども。あはい。 まだ私は泊まったことないんですが、はい、2>, 2回ほどあのお邪魔させていただいてます、はい、あペンションのノアハウスさんにお邪魔したということで何かノアハウスさんではいあの「ハッピースイーツデコ」という、はい、見えますでしょうか <laughs> 見えますハッピースイーツデコえこれは手作りであ手作りで写真フレームにしたり <laughs> スイーツのデザインのこのもの自分たちで手作りするということで、はい、ああ素敵ですね。とっても楽しいです。あ、本当ですか？はい、あ素敵。ノーハウスさんではこういうハッピースイーツデコっていう体験もできるんですね。はい、あ知らなかった。ぜひ足を運んでください。あ,はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> えっとよければ神戸からいらっしゃったということで、はい、このノーハウスも含め読谷の 雰囲気だったり、自分の感じたところとか感想があったらお聞きしてもいいですか？はい、あの、のんびりと時間が経つ、あの神戸にいるとついついこうアクセクしてしまうんですけども、はい、読谷に来るとなんか空気がゆっくり流れてて、はい、すごい心が落ち着きます。はあ 素敵ですね。いい、いいインタビューいただけたかなと思います。<laughs> えー、今日は、えっと、神戸からお越しの西脇さんに、声いただきました。ありがとうございました。くみた、楽しんでください,、はい。ありがとうございます。